とすごいんですけど、やばいんですけど。はい、ということで今日12月25日クリスマスなんですけれども、今日私の誕生日なんですよ。おめでとう、ありがとう。いつもケーキお母さんが取りに行ってくれるんですよ。やのに今回は予約してるから取りに行ってきてって言われて、まさかの自分の誕生日ケーキを自分で取りに行くっていう、ちょっと新しいスタイルやったんですよね。でもなんか、なんで自分のケーキ自分で取りに行かなかんの、自分のケーキなんか自分で取りに行かないってなってたんですけど、デパートのクリスマスケーキ専用受け渡しカウンターで出てきた紙袋を見て、あっていうのはもう吹っ飛びました。すごいです。じゃーん。今日のケーキは、じゃーん、すごい、めっちゃでかいっていう。しかも、このグラマシーニューヨーク、なんかチーズケーキをしてるとこじゃない、もうめっちゃよだれちゃうと、まだ1個も開けてへんのに。グラマシーニューヨーク合ってるかな、なんですって、のケーキなんですって。ほんで予約表見た時に6000円とか書いてて、え、高っみたいな。なんかもう宿で一泊できるやんみたいな、ユカイリゾート一泊できるんちゃうぐらいの、やばい。見てください、紙袋を開けるじゃないですか。うわ、すごい。まあ、こっちの箱すごいですわ。けど、こっちですよ。見て。なんか知らんけど、ニューヨークの街広がってるんですけど。ほら。やばい、なんなんこれ。てて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 。これどうやって開けんの、冷たい。いつもより冷たいわ、もうな、ドライアイスの。ドライアイスかい、ほんと危ないから。じゃあ、開けますよ。皆さん行きますよ。せーの。バババーン、ちょっと見えないんじゃないみんな。ちょっとすごいんですけど、やばいんですけど、何ですかこれは、何ですか。ふるやって、ほんまに見せるから。こうやったらやばいよな。でん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 、ちょっと待って、私結婚式、ちょっとウェディングケーキみたいなんですけど、うわー、やばい、なにこれ、ほんま金持ちの家の人が食べるやつじゃん。え、なんなんこれ、天使がなんか吹いてる、ラッパみたいな吹いてる。ちょっと待って、なにこれ、食べれるんかな、これ食べられるの。すごい、これ金持ちの家にある置物みたいな感じですよね。うわ、すごい、マジですごい。ということで、今回のケーキはウェディングケーキみたいなクリスマスケーキでした。金粉とかも載ってるし、私みたいな人がいるんでしょうね。この天使のセロハンの後ろにちゃんと書いてあります。このラベルは食べられません。わかっとるわ。では、ちびちび楽しみたいと思います。メリークリスマス。食べよう、やばい、もうやばい、部屋がもういい匂いする。